広川町は福岡県の南部にある町で八女郡に属する。八女郡のほとんどの町村が八女市に合併する道を選んだが、広川町は多くの住民が久留米市との合併を望んだ。しかし、町議会の秘訣により、久留米市との合併は失敗。町議会は八女市との合併を模索したものの、これも合併には至らずに合併特例法の執行を迎えてしまった。 現在、広川町は町内に、九州自動車道の広川インターチェンジ、周辺に工業団地を整備し、比較的財政基盤が安定しているため、今後も原則として、単独調整を貫くとしている。福岡県の南部、内陸部に位置する。町の西部は、筑後平野の東端部にあたり、筑後地方の各都市の市街地に近い。九州自動車道と、 国道3号が町内を南北に貫く。これに対して、町の東部は山地であり、昔ながらの集落が広がる、のどかな地域である。戦国時代は、筑後国の家畜後の領主で、柳川城主の鎌地市の一族である今村市の領地。藤島忠志氏、藤島茂山下和津山村静高鍋一世、主継帝に松。つ。 安義行高田弁具渡る三期歴代町長、九州の大動脈、九州自動車道広川インターチェンジや国道3号に近い地の利を活かし、町中心部近くに広川中核工業団地が整備された。また、広川インターチェンジに隣接したグルメ広川新産業団地を造成。九州全域を視野に入れた機能性と快適性を合わせ持つ。 広域流通加工拠点を整備し、2005年9月より公募している、町内に工場を置く、主な企業もより空港は、福岡空港現在、町内に鉄道路線はない、一般路線バス高速バス広川、サービスエリア高速道路、一般国道県道広川町古墳公園資料館、ありがとうございます。